とは思うけど。でもさ、いかのガソリンだ。5万円のガソリンだ。もう空よ。まだ5分入れてきて、いや俺、食うときチャプチャプ言ってきていいかなとか呼び出になってしまった。燃費がいいっけ、いつも入れててんもん、これ。お酒行ってもサウンドねんねえな。多分持つとは思うんだけど、うちと大きいねんけど、今日1リットルか。うん、1リットル。まあ、900cc だけど。入る？じゃあ半分入れ、半分。全部入れて。こんなにガスケスもねえろ、100キロ走ってねえろ。まあ、まだ50キロぐらいでいいかね。キロだね。キロさん、お金ねえわ。後にしてるよね。いや、あのスタンド行ったらまたそこ入れてもらえばいいんだから。入れてくれるのかね。いや、入れてくれる、あれらばな。セルフじゃねえばだろ。セルフじゃねえば。まあ、いいわね。今日は俺も大丈夫だ。気にねえすけど。じゃあ、さっとお前、ピザ買ってこもねえな。早く返さねばダメだろ。ヒョロさんしかピザ食べらんねえよ、それで。分かったぜ、そうじゃないじゃん。そうなんだって。ありがとうございました。ヒョロさんと、あの、ガソリン1リッターでビール1本あろう。でも、持ってねえか。500のビール1本あろう。旅館行った時、ビール3つ、ヒョロさんにプレゼントしたんだ。いいよ。リッターある？まあ、多分大丈夫だと思うんだけどさ。多分予備リッター、3リッターぐらいやっけ、これ。止まった言うとさ、何リッター？9リッタータンクだったかね。そんぐらいでいけんか、うん、そんなやるんだ、それ9リッターで予備タン。違うって、入れて、マンタなんか入れとくてねえもん、早いもん、ほら。あ、抜いてもなんかに、ね、チャポチャポ言っちゃったっけ。全然大丈夫だなと思ってたんだけどさ、前回もそれにさ、これ燃費30リッタル走っけら余裕こいだった。今度予備タンでしょ。え？だって乗らねえもん、1年に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